学生カバン。学生カバンとは、日本の学生が通学用に用いるカバンのことを言い、スクールバッグ、スクバ、生カバン、学版などとも呼ばれる。ランドセルなど小学生用のものや、大学生が使うものは、通常含まれず、中高生が使用するものを主に言う。競技には、革製の手下げカバン、抱えカバンとも呼ばれる。詳細はカバンカバンの種類を参照。以降、 本校では単に革製の手下げカバンという、を指し、この場合スクールバッグとは呼ばれないことが多い。また、中学とりわけ公立の中学では、肩から斜め掛けする肩掛けカバン以降、本校では肩掛けカバンという。が、学校指定の通学用のカバンとして、かつては一般的だった。この肩掛けカバンは、丈夫な保布がメインに使われており、 長年、我が国の中学校の通学用カバンとして、主流の地位を占めていた、詳細は、学校指定の肩掛けカバンを参照。しかし、平成に入ってからは、背中に背負ったり、肩から斜め掛けしたり、手下げにしたりできる、いわゆる三ウェイバッグに切り替える中学が増え、現在では、三ウェイバッグが大半を占めている。交渉入りの学生カバンの使用などが、 拘束によって指定されている場合から全くの自由とされている場合まで幅がある。他の拘束と同様、中学校の方が高等学校より厳しく指定されている。制服などと同様に、生徒がオリジナリティや個性をアピールするときにアレンジやカスタマイズされる対象となり、ファッション性を持つ。なお、学生カバンの補助的に用いられるカバンを補助カバン。 サブバッグなどと呼ぶ。これも学校指定のものと生徒が自主的に選んで使うものがある。過去にはマジソンバッグが流行した。また有名ブランドショップで購入商品を入れられる紙袋、紙製とは限らないを継続使用することも流行した。学生カバンは明治14年頃から使用され、ズック製、ホヌノ製の肩掛けのものが主流であった。 昭和30年以降になると、まだ、肩掛けカバンも多く混在していたものの、主流は、革製の手下げカバンとなっていった。当初は、天然比較による手下げカバンであったが、高度成長期に暮らしきれい4が、人工比較クラディーノを開発して、以降、人工比較による手下げカバンが普及していくこととなった。ところが、中学校では、一部の私立中学を除きほとんどの、 学校では、従来の肩掛けカバン、学校指定の肩掛けカバン参照がそのまま使われ、続けた。1990年代に入ってからは、ボストンバッグ型のカバンなどを指定にする学校や、独自のバッグを指定するところが多く現れるようになり、さらに自由化する学校も多くなった。自由化された学校では、他校指定や他校の名称や交渉が記されたナイロン製の ボストンバッグが一部流行している。サンウェイバッグ、デイバッグ、トートバッグ、リュックサックなど、学生カバン以外の用途でも使われるカバンを使用する生徒も多い。現在では、革製の手下げカバンを指定している学校や、これを持つ学生は、かなり少数のものになっており、衰退傾向にある。また、中学校で使われ続けてきた肩掛けカバンも、ほとんどの学校で廃止された。 革製の手下げカバンの素材は大きく分けて人工比較、クラィーの塔、豪革とも呼ばれる天然比較、主に牛川、本革とも呼ばれるの二種類に分けられる。あくまで一般的な傾向ではあるが、前者の学生カバンは比較的軽いが耐久性がない。後者の学生カバンは比較的重いが耐久性がある。持ち手は一本手で、 持ち手や錠前などは金属で補強されており、ベロ側が前面の左右に2箇所あるのが特徴である。内部はいくつものスペースに分かれている。主に黒色のものが用いられ、濃紺色などのものもある。学生カバンが交渉入りなどで学校によって指定されているところもある。大きさや町の太さ、錠前の形など細部はメーカーなどによって異なる。町が一定程度、 内部のベルトによって自由に調節できるカバンもある。地域差もあるが、1970から1980年代を中心に意図的に街を細く改造した革製の学生カバンがかっこいいものとして流行した。一方で、街の太いカバンは豚カバンと呼ばれ剣をされた。この流行は男子生徒、女子生徒を問わず広まった。なお、現在においては、 革製の手下げン自体の衰退や流行の変遷により、革潰しはほぼ絶滅した。一般的な革潰しの方法としては、ンにをかけて革を柔らかくしておもしなどで潰すものがある。他に、寝押ししたり安全ピンで止めたり、内部の仕切り板を取り払ったりするなど様々な方法が、それを組み合わせた複合的なやり方を取る。これを、さらに発展させ、 ちんと呼ばれるマチにある金属まで工具で取り払って、さらに薄くしたカバンもあった。その場合、マチの部分を切り取ってしまったり、糸で縛ったり、接着剤でくっつけたりなどして、マチが広がらないようにすることがしばしば行われる。なお、鞄を薄くすることに従って、内部の容量は当然少なくなる。鞄に入りきらない持ち物は、サブバッグ等に入れるか、学校に置いていく、置き、 スとムという方法が取られる。カバン潰しや置き、ストムといった行為は、学習習慣の欠如、ひいては非行につながると考えられ、高速違反であるところも多く、カバンの薄さは、知能、知識の薄さという標語もあり、今しめられた。検査が行われば不足が存在するところがあった。しかし、社会現象と言っていいほどの広がりだったため、黙認されていたところも、少なくない。 なお、1990年代後半にはほぼ絶滅した、カバン潰しと違い、ごきつとむは現在でも見られる。この流行は、喫煙や飲酒、制服のアレンジなどと同様に、当時の管理教育前世紀という時代背景のもと、規則に縛られることから逃避したいという思春期の、反抗の一種であると思われる。教科書や、学用品を持ち歩かず、 勉強や進学といった世俗的な価値規範から距離を置いて、それを表現し、自我を支える一つの方法である。なお、高速では必要以上の荷物を持ち帰らせることもあり、置き務めは犯行といった意味合い以外に単純に、物理的に荷物を軽くしたいという意向もあると思われる。アレンジのより派手な改造方法としては、持ち手を改造することがあった。元々の取っ手を取り外し、 ベルトやチェーンを用いるなど、長くして持ちやすいようにするなどの方法による。そして、持ち手の部分を赤や青といった派手な色テープで巻いたり、喧嘩の武器となるよう内部に鉄板を入れるなどアレンジも存在した。赤テープを巻くことは、喧嘩上等などの意思表示とみなされ、白テープや青テープにも意味が付されることもあったようだ。また、元よりマチがほとんどないような極めて薄く軽い。 手下げカバン販売され、チョンバッグ、またはチョンバッグと呼ばれた。それらの薄いカバンは、変形学生服などと共に不良っぽさを堅示する、ものであった。その他、ステッカーや、カッティングシートを貼ったり落書きをするなど、改造の方法は多岐にわたる。学生カバンの持ち方に至っても、肘から下げたり脇に挟むなど、手下げ以外の方法を取るものがあった。そうすることで、手が自由になり、 ポケットに手を入れることが可能になる。サブバッグも同様に薄くすることが一部流行した。現在は一般的にボストンバッグ型が多く用いられている。材質はナイロン製が多いが柔らかい革製、合わせ革のカバンもある。ぶせがなくファスナーで開閉する。色は青、紺、黒、グレーなど。旧来の学生カバンに比べ全体的に柔軟性に富み、 持ち手が長く肩にも掛けられるようにできている。肩に掛ける場合2本の持ち手のうち、あえて一方のみを掛けて、片方は垂らして持つ方法がある。他に、リュックサックのように背負うように持つなどの持ち方がある。スクールバッグや、スクバと呼ばれる場合、蒸気の革製の手下げカバンではなく、こちらのボストンバッグ型のものを指す場合が多い。予期的社会化の表現として、 自身が在籍していないが在籍を希望する憧れの有名私立校の指定カバンやデザイン性の良い公立中学校の指定カバンを持つことが流行っているところもあるこちらについてはさほどアレンジの方法は一般化されていないポスカなどで落書きをしたりキーホルダーや縫いぐるみをつけるなりすることもある縫製をほどいたり内部の防水シートを剥がしたり洗濯したりワイヤーを抜くなどして 硬さをなくす方法もある。カバンを改造を施しカビにすることをデコルと呼ぶ。また、スポーツ系の部活をする生徒はエナメルの大きなショルダーバッグを持つこともある。これらはエナメルバッグ、スポーツバッグと呼ばれることもある。中学校の通学用指定カバンで肩から斜め、掛けするタイプのカバンを指す。中学に入学すると通学用のカバンとして、 一律にこのタイプを使用することが、高速などで取り決められていたことから、指定カバンとも言う。地域によって、様々なタイプと呼び方があり、高齢者は、雑能と呼ぶこともあるが、一般的には、肩掛けカバン、白カバンなどと呼ぶ。素材は、骨のがメインであることから、ズックカバンという地域もある。いずれにしても、肩から掛けるタイプである。地域によっては、 男子中学生のための通学カバンとされており、女子は他のタイプのカバンという場合もあったが、男女を問わず、肩掛けカバンが使用されていた地域もある。カバンの作りはシンプルなデザインであることが多い。入学間もない頃は、ゴワゴワした、使い慣れないカバンでも、在学中の3年間の使用で、自然に汚れや程よい傷がついて、程よく馴染み、使用感が出てくる。 自然な使用感に加えて、わざと汚したり、アレンジしたりして、個性を出す生徒も出てくる。いわゆる不良でなくても、ファッションに敏感で、好奇心旺盛な思春期の生徒にとっては、軽い気持ちから落書きしてみたり、何のためらいもなく、カバンを潰したりすることがある。こうした行為は、学校単位でとどまっていることもあるが、近隣の学校や、もっと広域的に流行していくパターンもある。 カバンをアレンジする流行は、高校に進学した学生が、手下げの革カバンを改造したり、アレンジしたりする行為に自然に結びついていった。一種の若者文化という側面があり、その時の時代背景や若年層のファッションの動向により、生徒の肩掛けカバンに対する考え方や接し方も大きく変わる。肩から掛けるのが専用のカバン。しかし、 市販のショルダーバッグとは全く別のジャンルにある。通常は入学時に学校の入業者がその学校向けに特別仕様にしたものである。価格は五千円程度。一番の特徴は小布で作られていることである。内側はどのカバンも共通して小布の素材である。肩ベルトも小布。このため基本、カバンの色はきなりの白となる。ただ、 ベーロ、開け閉めする蓋の部分だけは表側を彫るのではなく、PVC などのナイロン素材を使う場合もあり、この場合には、表側だけを様々な色にすることができるが、一般的には、白が多い。内側には、薄いものを入れるためのポケットがついている。カバンが膨らみすぎないように、3箇所に留め具があるのが、一般的。表側には、 端の方に交渉がプリントされていることが多い。肩ベルトは成長に合わせ、伸長できるように調節することが可能。最近では、峠工事の交通安全対策のため、肩ベルトの幅よりも小さい幅で反射テープがさらに縫い付けられていることある。接合部は太い縫い糸で縫われている。肩ベルトも二重構造となっているため、縦に5から6行程度で、 ライン状に縫われている。さらに、カバンの型崩れを防ぐため、接合部には補強材が埋め込まれており、ベロの角にも補強材が入っていることが多い。かつては、骨のは汚れやすいというイメージがあったが、骨のでも簡易防水処理がされており、多少の雨に濡れても、中まで浸透することはなく、泥水がかかったとしても、発水するので、通常に使う分には、汚れは、 問題とならない。一般的には片方の肩、右か左に肩ベルトをかけて斜め掛けする。タスキ掛けとも言う。しかし、カバンの掛け方も時代や地域により流行があり、標準的な掛け方以外には、肩ベルトを極端に短くしたり、逆に長くしたりする。カバンを掛け時のカバン本体の位置は人それぞれで体の真横にする場合も、 真後ろにする場合も、前にする場合もある。カバン本体の位置は、お尻の斜め後ろになるのが、標準的な掛け方である。肩ベルトの長さ調節とかけた時のカバン本体の位置によって、印象はかなり異なる。それゆえ、見た目を気にする生徒たちにとって、掛け方一つでも、重要な関心事となる。例えば、肩ベルトを最短にして、カバン本体を、 体の前に位置するように掛けるには、度胸も必要で、不良だけに許された掛け方という具合になる。以上が斜め掛けした場合であるが、この他には、片方の肩から肩ベルトを掛けることまでは同じだが、斜め掛けせず、カバンをそのまま地面に向かって、下の方に掛ける使い方もある。また、肩ベルトを短くし、または、肩ベルトをカバン本にしまい込んで、 カバン本体をそのまま手に取って持つという使い方もある。さらに、女子生徒が使う場合として、カバンを肩から掛け、斜め掛けすることまでは同じだが、カバン本体を両腕で抱きかかえて、胸のあたりまで持ち上げて持つという使い方もある。いずれにしても、着こなしや認めに注目して、その世代の流行している掛け方をすると、 カバンの収納するという基本的な機能性は二の次となる。ファッション性を重視する生徒は、カバンをかけた時の見た目を良くするために、肩掛けカバンには、学用品を詰めない。カバンに詰め込みすぎるのは、豚カバンとして揶揄されたのだ。詰め込みすぎる生徒は、大抵気まじめで、控えめな性格か、ファッションには、無頓着な生徒であった。真面目すぎるのは格好悪いという時代的な風潮の、 中で、肩掛けカバンの掛け方一つで、生徒への周囲の評価がまるでリートマス氏のように、測定することができたのだ。肩掛けカバンを購入当初の状態で、そのまま大事に、きれいに使おうとせず、自分なりにカスタマイズすることが流行したこともある。大きなカスタマイズのパターンとしては、大きく三つの時期に分けられる。まず、バブル経済崩壊までの平成の初期までは、 突っ張りやヤンキーといったキーワードでくくられる不良っぽくするのがかっこいいとされた時期。この時期が最も長く不良少年、不良少女以外の生徒を含めて多くの生徒が多かれ少なかれカバンのカスタマイズを経験した。平成時代に入って間もなく IT バブルが起こり消滅するまではそれまでとは異なり、いわゆる女子高生がマスコミなどで取り上げられ、お、ギャル。 ジベタリアンなどのキーワードでくくられる大敗的なファッションが流行し、カバンのカスタマイズに女子生徒が多く加わるようになった。最近においても男子生徒よりも女子生徒の方がファッションやオシャレに凝る傾向が強く、可愛い肩掛けカバンを目指して、デコという言葉をキーワードに様々なカスタマイズ業の大半が女子生徒に重心が移っていった。当然、 高速などで、肩掛けカバンに落書きしたり、改造したりしてカスタマイズすることは禁止されており、中学生らしい品のある服装をするように求められていたが、学校全体、地域全体に蔓延したカバンへのカスタマイズ行為を封じることはできず、学校側も、生徒指導などで注意はするものの、散発的に起こる生徒の行為を完全に抑え込むことはできなかった。 肩掛けカバンのカスタマイズ行為は、時代や地域によって大きく変わる。昭和時代の代表的な流行は、上記革製の手下げカバンの項で記述されている、高校生が使う学生カバンのアレンジ時を一にしている。高校で革の手下げカバンが次々に廃止されていったが、その後も、なお、中学校においては、通学用の肩掛けカバンのカスタマイズ文化は、 そのまま残り続けた。肩掛けカバンは、基本、小布製なので、革製のカバンとは異なる注意が必要だった。例えば、洗うと肩崩れして、水ぼらしくなるので決して洗濯はしないことが挙げられる。しかし、それは、真面目な生徒に言えることで、わざと洗濯をしたり、お湯を、骨布の部分にかけたりして、肩崩れさせることもある。カスタマイズは、上級生や、 警視の見よう見真似ですることに加え、部活動やクラスメイトなどの仲間同士での情報交換が果たす役割が大きかった。また、高速による規制よりも生徒同士の上下関係の中で上級生以上の目立つ行動は自制しなければならないという暗黙知があり、このいわば起手を破ることはご法度であった。このため、生徒は肩掛けカバンをカスタマイズするにも、 自由気ままに自己表現できるわけではなく、高速、親の目、教師の目、上級生の目、クラスメートの目などを配慮して、学年相応にできることの限界を探りながら、カスタマイズにチャレンジしていったのであり、小さい社会の中の社会性は身につけていなければ、ならなかった。肩掛けカバンは、白色の部分が多いため、鉛筆、ボールペン、油性マジックなど、中学生が、 日常的に使うもので簡単にできるため、一旦学校や地域で流行すると、学校側が手を焼くほどに加熱化することもあって、学校現場を悩ませた。主なカスタマイズの方法は次の通りである。なお、カスタマイズは肩掛けカバンの材質、質感、色によってやりやすいものとやりにくいものがある。このため、指定されている肩掛けカバンが、 カスタマイズがやりにくいものが使われた学校ではカスタマイズは限定的だったがそうでない学校とりわけ新興住宅地域周辺のいわゆる荒れた学校では高度にカスタマイズ行為が発達した最もありふれた一般的なものは落書きである最初は小さな文字で遠慮がちだったものが徐々にエスカレートしていくはじめは鉛筆やボールペンで書いていても 細い油性マジック、中太の油性マジック、さらにはカラーマジックを使うようになる。肩掛けカバンの材質が全て本布の場合には、一度油性マジックで書くと消せないから慎重になる。昭和の時代では発色性の良い油性マジックを生徒が入手できなかったため、カラーマジックとは言っても黒、赤、青、緑といった単純色がほとんどだった。しかし、 平成に入ると、ポスカに代表される各社から、安価な発色性の良いカラーマジックが登場すると、肩掛けカバンへの落書きは、より派手なものとなった。落書きする部分の代表的な場所は、肩掛けカバンの表、肩ベルト、カバンの底、カバンの内側の底などである。まず、はじめに、遠慮がちに表側の一箇所にワンポイントで書く。それが次第に数を増やし、 また大きなものを書くようになる。落書きの内容は、生徒の個性や趣味によって千差万別だ。基本的に生徒にとって、憧れの対象やかっこいいと思われているものが、落書きの内容となる。アイドル歌手グループの名前、かっこいいと思われているロゴ、会一のレスキなど、自分の名前、若者の挑発的な言葉、喧嘩状等、よろしく、投稿など、その他の中傷がである。 中には漫画チックなイラストのようなものもある。生徒がフリーハンドで下書きもなく、フリーハンドで描くケースがほとんどだったため、一つ一つの完成度はラフなものが多かったが、大胆なものも多かった。昭和の時代には男女共に勇ましさ、反抗心、競争心がもてはやされたが、時代が下ると、そのようなものはなりを潜め、可愛らしさ。 見た目の美しさが重視されるようになる。市販されているシールのほかキャンペーン等の景品などで入手できるシールやワッペン、缶バッジを肩掛けカバンの表面に貼り付けることが、もう一つの典型的なカスタマイズの手段である。内容は蒸気の落書きと共通である。大きなものから小さなものまで思い思いに取り付けたり貼り付けたりするため、落書きと同様に、 生徒の趣味や傾向を映し出す。シールと貼り付けるという方法は、生徒にとって、最も簡単な方法であるが、肩掛けカバンは、基本が骨のであり、シールの調布は、肩掛けカバンの表面がツルツルした素材の場合に、可能となる。シールバディがきっかけでカスタマイズを始めることも多かった。シールが貼れない肩掛けカバンの場合は、やはり落書きがきっかけになって、 カスタマイズを始めることになる。平成に入ると、シールやバッジも比較的安価なものが100円ショップや雑貨店に入手できるようになり、生徒の好みに応じて自由な発想でカスタマイズを楽しむことができるようになった。とりわけ、女子中学生の間では、携帯電話やスマホ、化粧品関連の市場の発達によって、カスタマイズ商品が簡単に入手できるようになったことから、 女子独特のカスタマイズ行為、いわゆるデコ文化が発達した学校や地域もある。改造行為のうち、使用感を出す行為をエイジングという、昭和の時代から脈々と受け継がれてきた行為で、新品でも新しいものは格好悪いという価値観に基づく。近年において、ジーンズをエイジング加工することが一般的になっているが、イメージとしてはこの感覚に近い。しかし、 肩掛けカバンの場合には、ジーンズと違って、洗わずに使用感を出すことが必要となる。洗ってしまうと、肩掛けカバンが肩崩れをして、ミスボらしい印象になってしまうからである。しかし、普通に使っていたのでは、使用感が出るまでに卒業を迎えてしまうため、わざと上履きで踏みつけたり、地面に放り投げるように置いたりして、これを続けていくうちに、早めに使用感を出すのである。その他に、 例えば、部活動中には、炎天下の日中に、日差しの照りつける場所に置きっぱなしにする。雨に濡れても構わない。要するに丁寧に扱わないことによるのであるが、それだけではなく、もっと積極的に、肩掛けカバンの材質自体をエイジングさせることも、密かに行われていた。使用感を出すことによって、落書きをしても、自然にカバンと調和する。もし、新品に落書きをすれば、 落書きだけが目立ちすぎて浮いた感じになってしまうだろう。ここで注意すべきは、使用感を出すと言っても、不潔となってはならないことである。不潔かどうかは、生徒の尺度と大人の尺度では異なるかもしれないが、かっこよくするために使用感を出すのが目的である。ただ、使用感を出す程度も生徒によって異なり、ある程度になれば満足する場合もあれば、汚いかばんと、他人から、 評価さされるるるまでにエスカレートさせる場合もある肩掛けカバンには交通安全のお守りをつける生徒がいたが、これはむしろ親が持たせたもので、ここでいうカスタマイズには入らない。小さな鈴やキーホルダーを肩ベルトの根本につけることはよく見受けられた。学校側が許容できるのはせいぜいこのくらいまでで、キーホルダーの大型化すると生徒指導の対象となる。 キーホルダーの他には、チェなどというものもあった。平成に入ると、女子中学生の間では、縫いぐるみをつけることが流行し、一つのカバンに、いくつもつけることもあった。肩掛けカバンは、昭和の末期頃までは、全国の中学で多数使われていたが、平成に入ると、背中から背負うことができる三ウェイタイプのカバンを、学校指定とする中学が増え、従来の肩掛けカバンは、 現象の一途をたどる。しかし、経済不況やエコ意識の高まりにより、兄弟姉妹が使用していたお下がりを使用したいという声もあり、一斉に新タイプのカバンに移行することをせず、移行措置として従来の肩掛けカバンと併用することを認める中学も多かった。このため、白バクの間は同じ学年でも2種類のカバンが見られた。 従来型のカバンの使用を望む声は完全には消滅しなかったため移行措置は3年以上経っても継続していた学校も多かった。ところが大人社会においてショルダーバッグがカバンの主流を占める時期が到来すると生徒の中にはそれまでレトロ、昭和のカバン、ダサいなどと揶揄されがちだった従来の畑、カバンが可愛い,いをキーワードに一部の地域で生き残り続けた。 わざわざ、肩掛けカバンを買い足したり、卒業生を頼りに譲り受けたりして、大多数の3ウェイカバンに紛れて、ひときわ目立つアイテムとして、ファッションに敏感な生徒や、自己主張が強い生徒が、肩掛けカバンを使用し続けた。とりわけ女子の間で支持する声があったのは、折しも、デコブームが到来し、携帯電話や、学用品などに自分らしさを表現したいという、 欲求に応える環境があったからで、その対象は、肩掛けカバンがうってつけであった。このように、生徒側、保護者側のそれぞれの都合により、かろうじて使用され続けてきた肩掛けカバンではあるが、カバン製造業者が国内で激減し、移行措置期間から10年以上を経過している子もあり、全面的にサンウェイバックに切り替える中学が急増したため、 東京の芝中学のような伝統校などの例外を除き、ほとんどすべての中学校において、肩掛けカバンは消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。